イングランドリーグ、イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はサンフレッチェ広島対レスター、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。イングランドリーグ、サンフレッチェ広島対レスター。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。マディソンでしょうね。ボールを持てば精度の高いパスを出してくれますし、チャンスがあれば強烈なミドルも打てますよね。中盤の選手ですけど、ゴール、アシストどちらもできるというのが特徴ですよね。しかも守備の意識が高くてスタミナもあるので、監督としてはまあ外せない選手でしょうね。はい、今日はどんなプレーを私たちに見せてくれるのか楽しみですね。裏を狙う、いいボールですね。頭できた。いやー、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。佐々木、長いボールを送ります。柏、スペースを使う、いいボールだ。マディソン、うまいインターセプトを見せます。森島へのボール、これいいですよ。オフサイドですか。今日のゲーム、両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。野津田、さあ左へ預けて、硬い守備を見せます。ルーズボールになる。さあ左サイドへ、野津田、野津田へ、さあゴールに向かっていく、シュート、野津田、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。レスター、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。森島、ここはカットします。ティーレマンス、このボールをカットします。シュート、ゴール、サンフレッチェ。野津田、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。ゴール、広島先制ゴールが決まりました。1対0。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。
マディソンからバーディコーナーキックのチャンスになります。マディソンからティエレマンス、おっとこぼれ球、松本、広島がこのファーストハーフ中盤で1対0と北澤さん頑張っていますね。そうですね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。前半はとりあえず無失点で乗り切りたいところですよね。スルーパスを出す、いいボールだ、縦にボールを送る、ここは読んでいました。さあ左へ預けて、さあマディソン裏へ出るか、佐々木、柔らかいパス、森島へのボール、これいいですよ、クロス上げる、どうだこのシュート、ピンポイントで合わせましたが決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり処理していかなければいけませんよね。積極的なディフェンス、これはファウルを取られました。広島としてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。野津田、戻します、野津田、このボールをインターセプト、左サイド上がってきます、奪います、佐々木、森島から柏、森島へのボール、これいいでしょ、抜けてくる、ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。この位置でボールを受けます、クロスをセンター、あーダメだ、わずかに左へ逸れてきます。シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。結果前半1対0、広島先制してそのままリードで折り返しました。試合を進めるにあたってやっぱり一緒にリードするっていうこの余裕っていうのがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性がありますよね。イングランドリーグ、サンフレッチェ広島対レスター、広島がまずは1点先制して後半へと向かいます。
後半です。広島としては前半のうちに得点できたのは大きいですよね、はい、後半守りに入ってしまうと流れが変わってしまうと思うので積極的に追加点を狙っていきたいですよね。なるほど。サイドを使います。素早くボールにアプローチ、これを読んでいた。さあこぼれた。広島カウンターを仕掛けていきます。広島は素早いカウンターを得意としているんですが、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、前からどんどんプレスいきますからね、はい、そのあたりのトランジションの速さにも注目ですよね、はい、しかしこれは運動量も必要ですし、90分間やり遂げるというのはちょっと大変な戦術ですよね。スタミナもいりますし、選手同士が連動しないとうまくいかないですからね。そう簡単にはできない戦術ですよね。なるほど。チームとして戦術がどれだけ浸透していて、かつ徹底できるのかが、これ大きなポイントになってきますね。フォファナ。ディエレマンス。さあ、つながるか。この位置で受ける。自分で行く。打つか。松本から森島。森島、この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。そうですね、アシストマン。シュート。うわー。いや、追加点。サンフレッチェ。大きな追加点。クロスからのボレー決めてきました。いやー、ドンピシャでしたね。シュートももちろんうまかったんですけど、クロスの質も高かったですね。さあ広島、得点を重ね2対0という展開。広島としてはこれでゲームの主導権を握れますよね。この後相手は積極的に来ると思うんですけども、一つの失点で流れが変わってしまうので、ディフェンスは気を引き締めたいですよね。そうですよね。縦へのボール、裏を狙う。お、いい形じゃないですか。さあどうだ、シュート。これはよく止めました。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。ボールがつながる。いいボールでしょう。ダニエル・アマーティ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。カウンターですよ。野上。野上からの長い縦パス、ここは繋がりません。カスターニ、右サイド上がっていく。佐々木、いい守備です。これは合いません。大きく前線へ。レスター、ここでファールをもらいます。イエローカードが出ました。まあこれはさっきも注意受けてましたからね、しょうがないでしょうね。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。広島としてはスパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが、注意に終わっています。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。いやー、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。
これは積極的なチェック。これはなかなかこじ開けられない。松本から森島、ティーレマンス、このボールをカットします。ここからカウンター早いでしょ。エンディディ、流れを止めます。さあカウンタースピードを上げたいところ。藤井、早いですね。ペスが浮き球を使う。これはタイミング合いません。広島は2点差リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。まあこの状況でしたら失点だけは避けたいですからね。もう無理しないことが大事になりますね。時間を有効に使ってその都度相手に対応していく形でいいんじゃないかなと思いますけどもね。オフサイドです。裏のスペースを狙う。シュート、いやー、低く丁寧に打ち込んできました。枠には行きませんでしたけどもね。低くて鋭いいいシュートでしたね。ディエレマンス、なかなかつながらないですよね。ディエレマンス、体を張ります。またファウルか。これはこれは2枚目出てしまいました。退場ということになります。審判に抗議しますか。これは認められません。広島ここで10人になってしまいました。2 added minutes has been indicated. ドグラス・ビエイラ、スペースを狙う。来たか。ここはキーパー処理しました。試合終了、2対0、広島勝利です。森島、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。広島としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。イングランドリーグ、広島が2対0で見事試合をものにしています。